以前のワールドカップ出場の会見とはまた異なった環境の中で発表させていただきます。23名になります。ゴールキーパーから3名です。背番号1福本美穂、背番号18貝堀歩美、ミッドフィールダー背番号10沢誉、背番号7安藤梢、背番号8宮間綾。我々は2011年になんとかチャンピオンになることができました。もちろんカナダ2015も我々はチャレンジという精神を忘れずに、そして何といっても連覇に挑戦できるというのは我々なでしこジャパンだけであって、こういった快挙をですね、この23名そしてスタッフ一丸となって、そして日本の皆さんにまた元気と勇気希望を与えられるような大会にしていきたいと思っております。注目されたやっぱり澤さんだと思うんですが、今回このメンバーに選ぶに至った、過程ですとか、どのあたりでこう入れようというふうにこう決断されたのか教えていただければと思います。今現在、アイナック神戸でのプレーのパフォーマンス、90分間の集中力、そしてチーム内でも誰よりも多く体を張ってスライディングも多い、意欲のある戦う意識の高いチームにしていきたいという中では、澤選手の現在のパフォーマンスは問題ないということの中で選考させていただきました。もう彼女の経験というものはワールドカップ今回6回目ということになりますけれども、もちろんピッチ内外含めた中で相対的にチームの柱として頑張ってもらいたいと、いずれにしても彼女の力というものは今のなでしこジャパンには必要だということで選考させていただきます。